はい、どうも皆さん、やがちゃっちゃというわけでございましてですね、動画撮らせていただいてるんですが、見てくださいよ、綺麗でしょ、半分半分というところでございましてですね、ちょっと一回なんかいろんな諸事情があるんですけど、召喚をしたいと思うんですけど、ほい、はい、というわけで3次元対2次元よ、久しぶり。お久しぶりです。ね、何してた？自堕落な日々を過ごしておりました。はい、虚無でしたね。虚無ですか。はい、はい、というわけでございましてですね、まさか多分 YouTube 地球上にもあまりない3次元と2次元の共有なんですけど、まあ結論からお伝えをすると、もう一回ちょっと WY プロジェクトやりたいなと思っておりまして、休止なんてなかったなかった休止なんてなかったってことで、いかがかなと思ってですね、今回ちょっとこういう、ね、動画を撮らせていただいておりますというところで、まあ奥まった話はいいじゃん、もうめんどくさいし、うん、そうだね、うん、めんどくさいしなんですけど、やっぱりなんて言うんでしょう、一回ね、2人のアカウントからやめるって言った以上、うん、であっちのアカウント今爆死しちゃってるので、まあ、そういうことでこちらの、私のところからお送りさせていただいてるんですけど、復活するところの理由はやりたくなったから、もうこれだけです。で、はい、以前 WY プロジェクトが何かあったっていうところに関して、お叱りお怒りの方もいらっしゃると思うんです。そもそも身勝手すぎるので。で、それに関してのお怒りは、なんて言うんですかね、今回復活を促したのはこちらもあるし、要は何でしょう、変な話、別に復活しようがしたくなかろうが俺が拒否する受けるっていう権限はあったはずなので、文句はこっちにください、よろしくお願いしますねというところでございまして、で何、多分この動画が上がってどれぐらい、この動画が上がるのがいつか分かんないから、うん、この動画が上がってからどれくらいかすると、まず、はい、君の、はい、私のゆこのソロの歌ってみたが上がります。だから復活して上がるの、はい、復活して上がる、上がります上がる、うん、あれだよね、めんどくせえのがさ、こっちの目線に1個いるけどさ、動画上こっちに向かって話さなきゃいけないのめんどくせえな。そうだね、なんかゆこがなんか分裂してんだよねまあしょうがないですけど、まあ最悪ね、俺もね、なんだろう、イケメンの絵に置き換えて両方とも二次元にする手はあるんだけどそれは手だ ね、 そうね、あまりにもね、なんでしょう、状況がね乖離してるから、ちょっと私はちょっと子供までいくんですけど、うん、はい、でそれが終わってちょっとしたら、うん、復活の景気づけに1曲曲が上がりますと。上がります、はい、で、そこからはあれだよね、ちゃんとやるんやろうだよね、やりたいだよね、うん、やりたくて復活すんだから、そうだよね、うん、で多分ね、これ生放送とかで言っちゃったからここだけね、うん、しっかりやっとこうと思うんだけど、うん、あれだよね、なんか例えば1曲、はい、オリジナル曲あげますって言った後に3年間ぐらい連絡俺放置されるとかない予定だよね。ないですないですないです、ちゃんとやりましょう、たくさんやりたいです。あ、でもあれでしょって言いながら、なんか万が一だけど、なんかカノピが見つかると、もしかしたらねえよ連絡取ってくれなくなっちゃうかもしれないんだよね。確かね、ないですないです、そんなことはないです、ちゃんとやりたいので。まあ要は念のためお話ししとくと、おかしなお話なんですけど、いい機会でした、お互いにとって、うん、そうですね、うん、まあ要は連絡取らなきゃいけなくなったのよね、うん、お互いがね、そうだね、でお互いが連絡取らなきゃいけなくなったことによって再確認できたものもあって、うん、なんか本当にこのままで、うん、要は前回ってなし崩し的に終わらせたけど、うん、本当に終わらせていいのか、うん、で本当にもうやらなくていいのか、うん、っていうところ、あと、うん、結構ガチめなさ、念のためなんだろう、これも聞いといて話した方がいいのかなと思うんだけどさ、うん、はいはいはい、どうなん、実はさ、うん、最初話した時に、うん、どうしようねって雰囲気あったじゃん、はいはい、何、俺の病気の件は結構これを加速させるきっかけにはなったの？なったよじゃあなるよだってさ、これはさ、だってね、一緒にやろうよって言ったけど、じゃあ別にロバタの石ころを A と B でやってもいいねみたいな話はしてたじゃん、うんうん、で、まあ、別にそれでもいいと思ってたのよ。で私が例えば歌うのを復活するにしても、まあ、別にね、ゆこの名前を使うのはもう違うよなと思ってたけど、うん、
これじゃんこれじゃん、うん、ってなったらやっぱりヤガミッチの名前にの連なる形として一緒にやった記録を残したいわけよ、はいはいはい、そう一緒にやってたよね楽しいよねっていうのをやっぱこう私としても残したいしヤガミッチを知ってくれてる方たちにもそれがヤガミッチのものだよヤガミッチのものでもあるんだよ作品でもあるんだよっていうのはやっぱりこう公にして残したいじゃん、うんうん、せっかくならだからいやもうこちらのねあの大変不道徳な真似をして恥をさらしてここで私がもうこの名前を使うユコとしてこれでまた復活するって厚顔無恥もいいところなの厚顔無恥もいいところだけどそんなこと言ってる場合じゃねえやみたいな私が恥をさらしてこんな厚顔無恥なことをしてでもいやこっちの方を優先させるべきでしょって思ったからいや WI プロジェクトの名前をもう一回やろうよってなった病気になってみるもんですねいやいやいやねあの人によってはネガティブなイメージあるかもしれないですけど、うん、って変な話、うん、俺自体もさ止まってる間も何回かやりたいとは思ってるけどって話を口にしたことはあったけどなんかなんつうんだろう一歩踏み出せなかったんですよ、うんうん だけどね病気になったおかげで何かが動き出したんだったらそうだね意外とめっかもんじゃないって私はケラケラしてるんですけどそう思ってもらえるとよかったし、ね、まだわかんないですけど、うん、なんかいろんな意見あると思うしサイレントに怒ってる方もいらっしゃると思うんだけど、うん、そりゃそうだあの生配信いたかわかんないけどさ、うん、なんかあれだったじゃないやりたかったらやればっていう空気の方が、うん、そう言ってくださる方は、ね、見てくれてる方はちょっと多かった、うん気がするので、うん、やりたいのでやりますよろしくお願いしますすみません申し訳ない念のためだけど、はいまだわかんないけど、うん、わかんないけど、うん、歌ってみたに関しては、うん、もうちょっとこれははっきりさせておこうと思うんだけど、うん、要はお仕事柄的な問題とかもあるから、うん、あくまでそっちは V、うん、で私は3次元、ねはい、という異種格闘技戦なコンビが生まれたうん、そうだね、うん、わけじゃない、はい、だからまあ例えば何か曲の PV とか作るとしたら、うん、2次元よね2次元になると思うなんか双方顔が映らないみたいななんかオシャな感じあるじゃんあ、まあ、そういうオシャな感じでいくんだったら3次元は別に OK でもさなんかさ顔映んないパターンってさ、うん、なんかこういう角度が多くてさ、うんうん、あのやたらめったら顎の肉目立つだけの PV なんかあれさ多分痩せてるやつらじゃないと成立しないからお前人の入院をダイエット扱いするなお前人 あのそこそこみんなに心配かける入院をお前なんか今エンタメにしようとしたろ、ね、いやまああのなんでしょう2週間あのすごいパソコンゲームをやろうと思ってるんですけども、ね、でもそんな感じでライブとかは、うん、チャンスと機会を与えられるなら、うん、出るやもしれぬし、うん、それはもともと言ってたし ね出る可能性はあると思うただあれかそうなると例えばだけど前みたいに何かの時間で一緒に歌って、うん、一緒に歌ったのを V として YouTube に残すとかは積極的にはしない方向かうんそうだ だよねそうなるとそこにユコって出ちゃうもんねうん、うん、まあでもいいよえ基準がブレる例えばその人前に出るとかあの前の空間開放会の動画とかさそうそうそう実際に残ってるわけじゃない、うん、もうこの状態で人前に出るってなったらもうゴリゴリなんかやるよなんかウィッグかぶったりとか V に寄せるだから大丈夫できるだけ化粧も始めたので分かっててください、ね、化粧始めたのって始めたのいつぐらいなのえもう最近1月ぐらいか活動が止まってなんかみんな心配してるさなか、うん、化粧の技術が上がってたんだそう一回殴られればそれぐらいしかすることなかったんだよあのこんな感じでなんだかんだ言いながらコミュニケーションを元気にやれてるので、はい、あのそこはちょっとご安心いただければいいんじゃないかななんていうふうに思っております、はい、おそらく連携はもらうだろうけど、はい、この動画上がってユコのが上がって、うん、一緒のやつが上がって、うん、みたいな感じだからまあなんかお互いのツイッターだとか、うん、でそっちは何あれツイッターって完全復活はできないんだよねできないもう改めて新規に作りますだから新規で作ったやつを動画公開した後にリツイートさせてもらって、はい、ユコらしいよっていう話をして、はい、でまあそこからなんかまた地道に、うん、あの汗水かきながら
はい、やっていきたいなって感じですよね。そうですね。念のためではあるんですけど、ゆこが辞めるって言った時にも話しましたけど、私は私でもオリジナルやるし、うん、まあゆこもゆこでオリジナルからやるかもしれないし、そうだね。うん、で2人で一緒に WIP あの なんだって WIP プロジェクトとして一緒にやるかもしれないし、うん、っていうところはあるので、今までと一緒で、俺は俺だし、ゆこはゆこだし、2人でやるしっていう状況だけど。うん、以前よりは多分連携をしているというか、うん、以前よりはちゃんと2人でやるっていうのも増える。あの闇の期間ってお互いが歌ってたりしても何にもしてないもんね。そうね、うん、うん、俺ミュートにしてたし私はちょっと見に行ってたけどね俺はミュートにしてたなんかこいつプロフィールには書いてあるけど俺のこと全然ツイートしねえじゃんと思って、俺はなんかねミュートにしてたでそこら辺もちょっと、はい、しっかりと肉付けもしていこうと思いますので、はい、ちょっとこっちペラペラなんでお辞儀できないんですけど、まあ、そんな感じでちょっと改めて活動の方を行っていきたいと思いますが、どっちがリーダーとかはうちはないと思ってるというか、もともとうちで言うとリードボーカルとサブボーカルだと私は思ってるので、まあ、なんでリードボーカルはゆこであるべきだと思ってるんですけど、ただまあ年長者っていう見方で言うと、じゃあ今回の件ってどうなんだって万が一文句がある人っていうのがいらっしゃる場合は、そこはちょっと私全面にお受けさせていただくので、私が選んでもう一回、要は一緒に声を掛け合って一緒に同じ気持ちになって、これ実はこの復帰ってどっちかがもう一回やろうよっていうよりかは、うんうん、なんて言うんでしょう、お互いが何かのアクションを起こした時にやっぱこうだよねっていうところがずれてなかっただけの話、はい、うん、だからどっちがやろうって言ったというよりかは、どっちもがもう一回やりたいよねって言ってこうなってる、うんだけど大人としては、それっていうのを、許す許さない、どうするどうしないっていうのはちょっとこっち側の方が少し 6,4,7,3 ぐらいで割合を持ってるのかなと思ってて、その上でやるって言ってるんで、文句があったら言っていただけたら、何でしょう、ゆこの個人情報をお伝えするのでそちらにもどんどん文句を言っていただくっていう窓口をしっかりと、ね、はい、やらせていただきたいと思うので、はい、本当に申し訳ないんですが、やりたいことなので生温かく見守っていただければと思います、はい、ね、でもってね、歌活興味ない方だけど、なんかこんな格好だからなんかあんのかなと思った人、ざまですすいませんすいません、ちょっとそういう人間なんでね、はい、はい、というわけでそんな感じで今後も WI プロジェクトちょっと改めて再始動させていただいて、再始動じゃないです、あの3年間とかもろもろなかったことにして、はい、改めてちょっと再認識をしながら動かせていただきたいと思っておりますので、はい、今後ともども変わらぬですね、ご愛好のほどというか応援のほど何卒よろしくお願いしますというお知らせの動画でございました。しね、俺は手振れるけどこいつペライから手振れないのというわけで皆様ね、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。